吉谷さん、常識を疑えということでね今回お話ししていこうと思いますけどもカレーって出たでしょ吉谷さんカレーってねこういう料理ってインドにはないんですよいやーなんかねびっくりしますよねカレーの本場といえばインドだろうっていうこともありますしまあインド人もびっくりって言いますけどもあれはねインドの名物でカレーがあるよって言ってインド人の友達が日本に来た時に紹介されて こんなのインドにはないよってね、びっくりしたそうなんですよ。あとはペヤングのカレー味の辛いやつをね、インド人に食べてもらったっていう、まあ、そんな動画もあったんですけども、へっちゃらで食べてましたね。じゃあこれがね、どうしてこんなことが起きるのかってことですけども、まずは、インドにはカレーという料理はないんですけども、主食みたいな料理、えーねな、なんかね、豆をね、煮込んだ料理があるんですよ。豆を煮込んでシチューみたいにしたやつがあるんですけども、やっぱりね、熱いんで痛まないように香辛料を入れて、 痛まないいいよよよううにににみくししてるらしいんですよだからちょっとねあのスパイシーっていうか辛めになるそうですインドに限らずその太平洋上のねんですかね赤道か赤道直下状の国っていうのは大体辛いものが多いらしいですねインドネシアもタイもなんか辛い料理が多かったのは多かったと思いますでもそれをいちいちカレーとは呼ばないんですよじゃあカレーっていう言葉はどっから来たのかってことですけどもこれ実はね16世紀のヨーロッパで 香辛料をぶち込んだ料理を総称してカレーって言ったんですよねジャムパンとかそれからアンパンとかね食パンとか、うん、いろんなパンがありますけどもあれを総称してパンって呼んだ風にとにかくなんか香辛料でつけてるやつで全部カレーって呼ぼうぜみたいになったらしいんですよそして日本人に、えー、日本人がねカレーを開発したんですけどもその日本のカレーってのはまた独特らしいんですよ 日本で作られてるカレーとか日本で主に食べられてるカレーっていうのは世界中で日本だけしかないそうなんですよあのカレーはだからカレーのレトルトとかあるじゃないですかあれはインドから来た人が日本の名物料理って感じで買って帰ってねで地域のインドの友達に振る舞うそうなんですよいや面白いですよねうんで今となってはねまあこういうインドにはカレーがなかったってことは結構知られてるんですけどもじゃあねどこでそういう間違いが起きて 実際、インドにはどんな料理があるのかってことをお話ししていこうと思います。ここに書いてあるんですけども、インドではカレーではなく、それぞれ固有の料理名で呼ばれている。例えば、北インドでは、チキンマサラっていうのがあるらしいですね。で、これをインドに行って紹介されたら、カレーに近いなっていうふうに感覚を覚えるそうです。それから、バターチキンっていうのもあるらしいですね。で、バターがだから香辛料のことで、日本人の考えているバターとはちょっと違うって感じです。その他、 サンバルとかラストモとかあるみたいですねいや本当に面白いですね常識ってじゃあいってらっしゃい